イテム番号 SCP-571JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-571JP は標準人型オブジェクト収容棒に収容され、1日2、3度財団職員と同様の食事が提供されます。SCP-571JP は、担当する収容スペシャリスト及びサイト管理者の許可を得た上で、SCP-571JP に支払われている毎月の給料を、嗜好品及び自身の収容棒の快適化のために使用することが可能です。SCP-571JP はレベル0職員と同等の権限を与えられて、財団の食堂で雇用されています。以下の物品を SCP-571JP が入手することは決して許可されません。トラフグの肝、柏の根。三酸化二ヒ素、AS2O3。説明 SCP-571JP は1900年に東京都で生まれた日本人男性であり、戸籍上の名前は、西行、となっています。SCP-571JP は戸籍に記録された年齢である53歳の男性と同等に、頭髪の脱毛といった老化の兆候が見られます。SCP-571JP には、口述する能力を除いて一般的な人間との差異は見られていません。SCP-571JP の得意性は対象が日本食である、握り寿司を得意な手順を使い作成した際に発揮されます。通常、握り寿司を作成する場合、酢飯、以下、シャリと表記、と寿司酒、以下、ネタと表記、の間にわさびを少量挟み込みますが、SCP-571JP はわさびだけでなく、以下の物品をすりつぶし粉状にしたものに水を加え練ったものを挟み込みます。トラフグの肝、柏の根の煮汁、三酸化二ヒ素、AS2O3。その後 SCP-571JP は寿司を強く握りしめ、約5分ほど叫び声を上げながら一上下に振ります。この動作を行うことによって、SCP-571JP が握った握り寿司、以下、SCP-571JP、1と表記、は自律的な行動を開始します。この5分間の動作、以下、プロトコル再利用と表記、がない場合、SCP-571JP が握った寿司は SCP-571JP、2となります。SCP-571JP、1は自身の状態を接触に最適な状態、自身の温度、水分、旨味、形状など、味に関わる要素が完璧に保たれた状態、をできる限り維持しようとします。例えば、長時間放置された場合ネタは這って移動し食塩水の中に飛び込み、シャリは乾燥し試し粒を排除し、その後再び握り寿司としての形状を保ち直します。接触がされないまま、接触に最適な状態を維持できなくなった場合、およそ 90% の SCP-571JP、1は自ら最も近隣にあるゴミ箱に飛び込み、それ以後自律的な行動を行わなくなります。残りのものは跳躍し、人間の顔面に張り付き、鼻孔を塞ぐことで口を開けさせ、強引に自身を接触させようとします。SCP-571JP には前述した通り SCP-571JP がトラフグ、柏の根の煮汁、三酸化二ヒ素を挟み込んだ寿司へプロトコル再利用を行わなかったかあるいは中断してしまった時にのみ生まれる、凶暴な寿司です。これらの寿司は主に人間に向かって跳躍し、喉に飛び込むことによって強引に接触されようとし、概ね接触されますが、時折窒息などを招きます。SCP-571JP、1及び2はトラフグ、三酸化二ヒ素といった明らかに猛毒である物品を成分として含むにもかかわらず、人体に一般的な寿司として、あるいは鼻孔や喉に酢飯や魚の切り身が詰まったことにより起きる窒息以外の悪影響を与えることはありません。また、わさびと共に寿司ネタを SCP-571JP、1と2へと変化させる物品を挟み込むため、一般的にわさびを使わない寿司、すなわち玉、軍艦巻きといった寿司ネタを SCP-571JP、1と2に変化させることはできません。また、実験の結果、サビ抜きの寿司を SCP-571JP、1と2に変化させることはできないようです。このことから、SCP-571JP、1と2への変化には必ずわさびが必要であることが現在判明しています。SCP-571JP は2010年に、馴染みの回転寿司屋の職人が突然規制を上げ暴れ始めた、と119番通報があり、その後現場に駆けつけた救急隊員及び店にいた客を SCP-571JP、2が襲い始めたことにより財団に確保されました。
ホイイチインタビュー記録。対象 SCP-571JP。インタビュアー住之江研究員。不規円滑なインタビューのため、収容スペシャリスト及びセラピストの許可の上で SCP-571JP を、その名前である、西行、と呼んでいる。どうも、西行さん。今日もよろしくお願いします。へえ、どうも、よろしくお願いしやす、先生。あなたに今日聞きたいのは、まず、その、SCP-571JP、つまりあなたの作った動く握り寿司のことなのですが、あれを作るやり方をいつ、どこで、どうやって知ったのですか？ああ、そいつですかい。まず、私も昔も実家が手習ってのは知ってますよね。空襲で焼けちゃったらしいけど。はい。編集済み、寺ですよね。私がこんな生草の職業に就いたから感動されてんですけどね。なんでも私も親に曰くね。どうもうちは詐欺療法士の末裔とやらが作ったらしくてね。詐欺療法士とはまた。私だって信じちゃいませんでしたよ。まあ寺のない坊主が親父なもんですから私も半グレになって、そんでもって。あいや、そっちはまた今度にしましょう。握り寿司の話をお願いします。おっと、こりゃ失礼。私がチェーンの寿司屋とはいえ一国一号の主になった時に親父がとうとう行けなくなりましてね。で、つやれ兄貴から、親父がこれ、お前に渡してくれってことづけられてさ。って言って、ボロボロの半紙に鉛筆で書いたメモを私に渡してきたんですよ。なんだこりゃ、と思ってみたら、西行法師のハンコンの秘術の作り方とかいう大層な名前が書いてあって、そこに配慮とか呼びかけとかのやり方が書いてあったわけです。ハン魂、でも、伝説によれば西行法師は失敗したそうですが、あと、わさびとかすぐの肝については聞いたことがありませんね。ああ、それですけどね。なんでも西行法師が死者蘇生をしくじったのは輪廻転生したがる魂をいつまでも引き止めたからな、ということでね。わさびによってピリッと引き締める必要があることと、畜生道に進んだものというのは何かに食われたりすることで次の道に進めるわけです。さらに火というものはこういう秘術には相性が悪い。というわけで生で食べられて、わさびを使う寿司にこのハンコンの日々を行うのが仏門の人間として正しいとかなんとか。あと、真心を込めてうまく食われるよう呼びかけることと、何でもなりませるためにする必要があるとか書いてありましたね。それを信じて実行したんですか？何か問題でも？約5秒間の沈黙。その、続けてください。でもってね、やってみたらうまくいってね。野良猫に食わせてみてもピンピンしとるし、私が食ってもなんともないわけです。毒を使ったのに毒が消えてる。そして回転寿司の問題としてネタが悪くなるなんてことがありますが、それも寿司が勝手に良いままにしてくれる。私はコオロギしましたね。でもって、早速確認出してみたらね。はい。ちょっと張り切って気合を入れすぎましてね。通報されて、呼びかけがうまくいきませんね。美味しく食われることが幸福だととかないと、とにかくがむしゃらに食べられようとしてああなるわけですな。それからは先生がよく知っていらっしゃる通りですわ。ああ、ところですぐの肝はどういうわけで入れてるんですか？当たる心配のないすぐ肝ほどうまいものってないでしょ？エルーのゾンビとかそういうのではなくて？あれは映画の作り話でしょうに。